7ヶ月間ずっと入院してて、うん、そこからでも子育て2歳からどうでしたって言ったらすごいざっくりですけど、ちょっと記憶ないかもしれない。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、今大阪に来てまして、ちょっと今見切れてる見切れてるんですが、あ、でも顔出しなしでちょっとゲストさんが来てます。車椅子で子育てる人してる人のお話を聞きたくて、まあ、今日はでもあれか、100人動画には出てるのにねそれ言っていいの、ね、顔出てるのに、そうですね、それ言っていいですか、大丈夫、あ、いいです、大丈夫、100人動画100人動画では顔出てるんですけど100人動画に出ていた、いただいたユミさんからちょっといろいろお話を聞いていこうと思いますので、まあ、ちょいちょい見切れてくれるそうなんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。今おいくつで、車椅子になったのは何歳からですか？今33歳で、うん、車椅子になったのは28歳の時、うん、5年前です。じゃあほとんどあんまり私と車椅子系歴は、そうですね、変わらないですね。そうですね、じゃあなんで車椅子になったのかと、あと今の体の、まあ、状態というか、はい、教えてください。はい、私が車椅子になったのは病気だったんですね、うん、脊髄炎っていう病気で車椅子になってしまって、うん、で、おへそから下の感覚が鈍いというか、うんうんうん、触られてるのは分かるけど、うん、温度感覚っていうのはちょっと鈍いかなって感じ。うん、自力で動かすことはどれくらいできるんですか？右足は結構まだ動くんですけど、うん、左足は蹴れるんですか？あ、蹴れます。こんぐらいでもあ、ピーンはできないけど、あ、そうです。でも左はもうほぼ、どうやって動かしてたっけ足ぐらいの勢いで動かへんかなって感じで、でもこうやって触られた感覚はあるんですか？わかります、今触られてても不思議ですよね。ねえ、ねえ、じゃあその、まあ、さっきちょっと話しましたけど、歩行器だったら右重心とかで歩くって感じですか？いや、あの一応こうピックアップっていうこうなこの字型の歩行器ではなんとか、うん、動いてるかなって感じ。あ、座りながらだと左難しいけど、うん、はい、立ったらなんとなく、だから階段とかも、か手すりとかがあれば、うん、登れる感じなんですけど、今ここで左足を動かしてみてくださいって言われたら動かないんですよ。不思議。ねえ、すごいですよね。そうなんだ。体感はありますか？こういうなんか。あ、こんなんとかは全然いけます。あ、中腰には全然慣れる。いけます。まあ、背もたれがなくても、うん、まあ、座って笑われます。ちょっとコンパクトな車椅子でもよかったなって思います。ちょっとギョギョしかったです。そうなんですよ。じゃあ脊髄炎ってあれですよね、なんかまあ結構急に、なんか風邪ひいた時とかなんか急になるとか。そうなんですよ。一応なんかいろんな原因調べてもらったんですけど、うん、結果分からなくて、うん、そのもしかしたら出産が原因で、うん、こう言ったら赤ちゃんってこう、うん、異物というか、だからそれがこう体の中がおかしくなってしまってなったのかもしれないねみたいな感じやったんですよ。じゃあその脊髄炎になったのは、はい、今お子さん2人いらっしゃるじゃないですか、はい、1人目を産んだ時ですか？あ、そうです。1人目が1歳2ヶ月の時に入院して、うん、最初は足が動かなくなって動きにくくなって、うんうんうん、で整形外科に行ったんですよ、うん、なら股関節の手術しましょうって言われて、で股関節の手術して、うん、でリハビリをしてたのに全然足が動かなくて、うん、でこれもしかしたらちゃうのかもって言って神経の方調べてもらったら、うん、そっちやったって感じが一応流れなんですけど。そうなんですね、はい、入院そこからしました？入院しました。7ヶ月間ずっと入院してて、うん、そこからでも子育て2歳からどうでしたって言ったらすごいざっくりですけど生の子の時なんかもう、うん、記憶ないかもしれない。なんかもうでもバタバタすぎて。そうです、あの自分も今のこの体になれるのもそうやし、うんうんうん、リズムを
作っていくのに必死で、うん、ちょっと記憶ないかもしれない。お父さんお母さんと一緒いらっしゃるんですか？あ、同じマンション内に、あ、なるほど、あの私の両親がいてて、うん、っていう感じで、でこう助けてもらってるって感じなんで。去年出産して、まあ、その車椅子で妊婦さんなるわけじゃないですか、はい、私のなんとなくのイメージですけど、やっぱ車椅子のこの乗り降りまず異常が、はいはい、お腹大きいとここに重りをつけて異常するからどれくらいまず大変なのかなっていうのが一つすごく疑問で、後期になってくると、うん、椅子から椅子とかはまだ大丈夫なんですけど、うん、階段とか登るのとかも、あ、そっか、もう 100m 走ったっていうぐらいもうちょっと1個上がるだけでぜいぜい言うぐらい、うん、しんどかったかなっていう感じですね。あとは夏生まれなんですけど、やっぱ妊婦さんって元から暑いんですよ、うん、すごいずっと、うん、汗かいてるって感じで、ずっと暑い暑いって言ってたイメージがありますね。そうか、じゃあその車椅子上に別にいるときはそんなに大変なことなかったですか？そうですね、車椅子に乗ってては大変なことはあんまり、むくみが一番しんどくって、なるほど、こう象の足みたいになるんですよ、うん、ほんまにもうパンパンに、うん、でこう着圧ストッキングみたいな履いても、この足が出てる部分が次鬱血してくるんですよ。あー、わかるー、わかります、わかります。それがもうやっぱひどかったから、ずっとこう足上げて、うん、あの夜寝ても、うん、もうほんまに数十分したらまた象の足に戻ってる、朝戻って、ずっと主人にマッサージしてもらったりとか、むくみがしんどすぎて早く産みたいってなってました。え、じゃあ、じゃあ産婦人科病院さんは、同じ1人目と同じ産婦人科さんに行ったんですか？違います、1人目の時と違うところで、うん、2人目はもともと私が通ってる病院に、うん、まあ、カルテとかも共有できるんで、そういう面で大学附属病院みたいなところに今通ってるんですけど、そこ一択でした。だから探してはないですね。そうなんだ。出産をするときに生きることはできるんですか？ですけど、私はその股関節の手術を先にしてしまってて、そこの先生に、うん、もし2人目とか欲しいときは帝王切開にしてねって言われたんですよ。だからどっちみち車椅子になってなくても帝王切開やったんで、うんうんうん、2人目は帝王切開って感じで産んだ。痛いが分かるんですよね。痛いのも鈍いんですけど、うん、もう全然感じるぐらい痛かったです。へー、生理痛もある人ですか？元車椅子になる前はあったんですけど、うん、車椅子になってからは生理痛がなくて、はい、感じないのかもしれないし、感じないかもしれないし、なくなったのかもしれないんですけど、お腹痛いは分かるんですか？なんかお腹下したなとか、なんかお腹く、あ、下さない、下し下したことないと思って強い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 強で、どうしますかみたいな聞かれるんですけども、ビキニなんか聞いひんからもう、あの、タデでみたいな、なんかこう子宮の病気とかなった時に、うん、それに沿ってなんかこう、うん、切れるから、例えば3人目とか、うん、そういうのとかも踏まえたんやったらタデの方がいいですよみたいな、ただビキニ着たかった横の方がいいですよって言われて、私もうお腹痛いじゃないですか。ビキニとかどうでもええねんみたいな。そんなに痛いんだ。でも、もう立てみたいな。それで見せてもらえるんですか、傷。見ます？見たい。映りませんよね。映らない。1年経ったか経ってないかくらいとかですよね。そうです。結構やっぱケロイドみたいになってるんですけど、わかりますかね。こう、わかります？これ。本当だ。ケロイド体質ですか？あ、いや、多分結構みんなこんな感じかもしれません。だから、でもめっちゃパンツに隠れますね。あ、パンツには隠れます。イメージ、へそからビーって切るのかと思ってた。もうちょっと下かもしれません。本当なんか V の、V、
V のお毛が入るちょっと上くらいみたいな。そうですそうです。だからまあハイウエストだったら全然隠れる。あ、全然。あ、そうなんだ。ハイウエストのビキニやったら着れると思います。でも一番困ったのが、うん、背中にね麻酔されるんですよ。全身麻酔とかじゃなくって産む時に脊髄の方からこう、うんうんうん、注射されるんですけど腰らへん。それが効いてるか効いてへんかを冷たい棒みたいなんでどうですかみたいな言われるんですよ。ただそれが分からんくって、うん、効いてるか効いてへんかみたいな感じでしばらくなんか麻酔科の先生が、うん、なんか大丈夫かな大丈夫かなみたいになってるんですよ、うん、でとりあえず切ってみて痛かったら全身麻酔にしようみたいなみたいな感じだって。入院生活中困ることってなかったですか？車椅子で。そう、あんまりなかったかな。基本的に看護師さんがこう赤ちゃんの管理もしてくれるし、私の体のことも傷がてくれるんで、赤ちゃんが泣いたらおっぱいの時だけ連れてきてくれるって形を取ってくれてましたね。その時に2人目産んどけばよかったって絶対思いたくないと思ったんですよ、うんうんうん、親とかにも相談して、うんうんうん、助けてもらう部分はあると思うからってことで言ったら、うん、まあ